こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は藤井風さんのですね、満ちていくという曲をお送りしたいと思います。めちゃくちゃいい曲で、生徒さんに教えてもらってこれやりたいって言うから、すぐさまですね、パパッとこんだけ譜面を、5分ぐらいで撮ってですね、まあ、一緒にやってみたわけですが、バンドでやる場合はちょっとその打ち込みなんで寄せなきゃいけない、バンドに寄せなきゃいけないポイントなんかも合わせてやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは始めていきます。最初ワンコーラス目はずっとねお休みなんですよ。イントロがあって ABC で、イントロはインタリュードっていうかイントロと同じコード進行ですね。ここでなんかメジャーが半音上がる、ジャーンってこうちょっと背伸びする感じの、これここが2回来るんで、2回目のところからポンって入ります。突然入る感じでいいと思うんですが、こういう形ですね。チクチクって入れてていいと思うんですが、難しい人は別にこれ8分で、これはベースのパターンです。これでいいと思います。なのでこの形で言っていただければいいのかなと思います。で、ここにピアノはダンダッタツッタツチャーンって弾いてるんですね。だからドンツッタドンツッドンパドンドンツッドパドンツッドン、入れても入れなくてもいいって感じですね。このアプローチノートに関してはね、この3ここやってて、ここ多分ね16でタタタタって弾いてたはずなんですね。ここは、8分で、でここは3連でね決めてるんで、ここはドンツッタドンツッタっていう風に決めてあげるとおっってなるかなって感じですね。ドラムは全然これ打ち込みなのか、淡々と何もせずに、反応せずにやってましたね。なのでこのままキープするっていうのもありですね。だから8小節間キープして、でやっぱりここフィルイン入れるでもなくそのまま進むんですよ。なので打ち込みってそのフィルインとかをあんまりこうね細かく入れないことがあるんで、こうそのまま B に突入していくって感じですね。ここの部分はですね、チクチクが苦手な人も、僕だったら多分ねこう打ち込みだからこのリムショットの手前にねこう当ててからこうフラムかけるやつ、クリス・デイブとかよくやるんですけど、これかっこいいと思います。こっからここまでのアプローチっていうのは短い距離なんで何やってもいいんですよ。打たんでもいいし、8部でアプローチしてもいいし、16でアプローチしてもいいし、なしっていうのがありっていうことね。これがまず基本なの。だから、8部、16引っ掛け、これは全部同じって考えるんですよ。この曲のまあキーになるから、ここ自体はあんま変えないようにして、ここで語尾でちょっと遊ぶっていう感じですね。なのでここが結構ランダムに入ったり入ってなかったりするんですよ、こういう録音とかね。でこういうのを細かく取る必要はなくて、決めた方がいいなっていう場所と、あとは自由にやってんだろうなっていう場所は自分も自由にやればいいって感じですね。あとまだあって、ここはもう3連打、ここ4連打になっちゃうんで、ここはあんま実用的でないとして、タドンとドンとタドドンっていうのはよく使います。なので ここですね、手はチッチキでもチキチキでもハイハット8部でもいいので、ここをまあこれだからいつも言ってる贅沢品になるわけですよ。なので、ここの足もこれも贅沢品ですね。だから自由に足したり引いたりすればいいかなと。ここもね、でここまで持ってって、でここは突然やめます。でこのフィルインかっこよかったんで、ぜひやっていただきたいなと思います。サビに行った時にこうスネアが入るんですけど、このサビに行ったスネアの入ってるとこはま
まあ最大これが入るんだけど、これいろいろチラチラ入れたり、これ入れたりこれ入れなかったり、だから雰囲気で歌って入れればいいわけです。だからここもあんま細かく取らないってことですね。こんな感じでスニアのゴーストが入ってるな、この辺、じゃあスニアのゴースト入れるとちょっと盛り上がっていいなぐらいの感じの取り方をするのがすごいおすすめではあります。このゴーストは結構ランダムに入っていたので、これ1小節も入ってなかったし、これは2小節も入ってて、2小節目はこっちだけ入ってたのかな。それはこういう形でいろいろゴーストノート入れつつですね、2、4はスネは絶対で、それ以外のところにまあこれをベースにちょっと、盛り上げていきたいな。このままやり通してるんですけど、8小節目にここでうっちゃっちゃーんって決めがあるんですよ。なので入れてあげて、でここでインタリューで、ここでもまた戻ってもいいし、ライド行っちゃってもいい。ただここから転調するんですよ。でここで転調するんで、ここでライドを持ってった方がかっこいいかもしんないみたいな、かこっちでライドで一旦盛り上げて、でも、転調するからそちらが上の方がいいんだけど、でまあここもう一つあって、でこれ突然止まります。で、同じくこのサビのこれと一緒で、うっちゃっちゃーから入ってくるんですが、うっうっなんかバソラなんかうったったなんかこんな音が入ったんですけど、まあ僕だったらバンドだったらうったったうんどんで、まあ藤川先生最後のところ、ここ32がねチラチラ見え隠れですよ、多分後で上野で載せたのかわかんないですけど、盛り上げていく。まあ、いろんな人の見て、僕もこれよくやりますね。チキチロツトタチキ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 、ここライドに行ってたりしても使えるから、ここだけパラディドルにするんですよ。そうするとチキ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 、このままスニア左手でいけるから、でこれそのまま同じタイミングでパラディドルいけば、このバスドラのパターンはここの右手とここの右手とずっと一緒なので、どっちのパターンでもそんなに難しくないと思います。意外とね簡単にできるんで、練習してみてください。かっこいいと思います、最後盛り上がってね。でエンディングに行くと、エンディングはこうイントロと同じですね。 G メジャー7が半音上がるのが最後、ダーンジャーンって半音上がるのが来て、それ2回来ると突然戻ります。でこう打ち込みのパターンに戻る、これもやっぱこっちにこっちに戻しましょう。ここもリムショットでいいんじゃないかな。で4小節やったらで終わりでいいかなと思います。というわけでですね、こんな感じでできちゃうので、バンドでやる時のポイントはここの3連の部分と、で、まあ、こういう A から B に行く時にフィルイン入れた方が、まあ、滑らかにはなるかなとは思います。でここの決めはもう結構マストですね、やった方が絶対いいと思います。で転調で盛り上がって一回消えて、で「うったった」はの感じでもうっちゃっちゃがここうのところがうはなんか欲しいんです、本当は。なのでバスドラ踏むか、逆にスネで行ってこんな感じで盛り上げればかなりわーっと最後盛り上がるんじゃないかなと思います。なのでね、こんな感じで、こんな感じの上で良ければ、メルマガ登録していただけるとダウンロードできるようにしておきますので、ぜひよかったらメルマガ登録してください。本日は以上になります。今日まで最後までご視聴ありがとうございました。